私たちは頭の中の情報と物理世界の情報が一致していると安心することができます。例えば、私は善人である、なので私は悪いことをしませんと思っている人が良い行いをしていれば心が安定します。私は善人であるという頭の中の情報と良い行いをするという物理世界の情報が一致しているので心の平穏が保たれます。私たちは心穏やかでいるために頭の中の情報と物理世界の情報を一致させようとします。私は魅力的な人間だと心から思っていれば魅力的な人間のように振る舞うようになります。私は自信がありますという思いが強ければ自信があるような言動を取るようになります。私たちは頭の中の情報と物理世界の情報に矛盾が生じると嫌な気持ちになります。俺はお金持ちだと思っているのに貧乏だと、なんで俺の財布にはあまりお金が入っていないんだと怒りを感じるようになります。私は価値のある存在だから大切に扱われるのが当然だと思っているのに存在に扱われたりすると、ちょっと私はそんな扱いを受けるような人間じゃないんですけどとイライラするようになります。私は善人だという思いと矛盾することをしてしまうと、なんでこんなことをしてしまったんだと罪悪感が湧き上がってきます。私たちは健全な精神状態を維持するために、私は善人なので悪いことはしませんと思いたがります。しかし私たちは完璧な存在ではないので悪いことをしてしまうことがあります。例えば、あなたが恋人の携帯を盗み見して浮気していることが発覚したとします。そんな時あなたは浮気していた恋人に怒りを感じると同時に携帯を盗み見したことに罪悪感を感じます。私は善人であるという情報と悪いことをしたという情報が一致しなくなり苦しむことになります。善人である私が悪いことをしたという矛盾を解消しない限り10年でも20年でも苦しみ続けることになります。私は悪いことをしたと思い出すたびに、あいつが浮気をしたからいけないんだ、悪いのはあいつだと怒ることで罪悪感を紛らわすようになります。自分が抱えている矛盾を解消しない限り相手を恨み続け罪悪感に苦しめられることになります。このような矛盾を解消するためには心の整理をする必要があります。心の中に、自分は悪いことをしないと言ったのに悪いことをしたじゃないかという葛藤があるから嫌な気持ちになっています。悪いことをしないと思っている自分と悪いことをしたと思っている自分が対立しているから心が落ち着かなくなります。なので、私は悪いことをしませんと思っている自分と、でも悪いことをしたじゃないかと主張する自分を和解させることで心の平穏を取り戻すことができます。私は善人であるという情報と私は悪いことをしたという情報の辻褄を合わせることで自分を楽にすることができます。例えば、人間は完璧な存在ではないので善人でも間違うことはある、悪いことをしたと思ったら次は悪いことをしないように気をつけようと思えるのが善人だと考えることで矛盾を解消することができます。あるいは、怪しい恋人の携帯を見たくなるのは当然のことだ、実際に相手は浮気をしていたのだから見て正解だった、相手の携帯を見なければそのまま騙され続けていたのかもしれないのだから自分のしたことは正しいとすることで善人である私が良い行いをしたと整合性を取ることができます。私たちは自分の思考と行動が一致しなくなると嫌な気持ちになるようにできています。好きなことをしたいと思っているのに好きなことをしていないとイライラするようになります。嫌なことはやりたくないと思っているのに嫌なことをやっているとなんでこんなことをしているんだと怒りを感じるようになります。なので、自分を幸せにしたいという思いと矛盾した行動を起こさないように気をつけてほしいと思います。自分を幸せにしてくれる人が自分にとっての善人だと考えてどんどん
自分を幸せにする行動を起こしていきましょう。